はい、こんばんは、ともチャンネルです。まあ続きといえば続きなんだけど、今ね、神奈川から、十分に時間がありますんで、実況をしながら帰るということをやっております。残り3時間ぐらいあるんでね、3時間ずっと実況しっぱなしで帰れば、まあ暇つぶしにもなるかなということで、進めております。前回、コンビニの方でね、小腹が空いたということで、中でね、セブンイレブンに寄って、でおにぎりと、スイーツを一つ買って、今小腹に入れたところです。これでね、まあ、お腹が空いたというのも、空腹感もないので、これで最後までいけるんじゃないかなと思います。はい、実況の続きです。今ね、246号線をずっとまっすぐ来ております。でナビの言うことを聞くと、20キロ先までずっとこのまんまです。で20キロ先ようやく右の方に曲がるということらしいんですけども、まあ、当分このままですね。今のところはね、意外にいろんなお店があったんでね、まあ、入ろうと思えばいろんな飲食店ありましたので、探してからそれで行こうと思えば行けたんですけども、まあ、それほどね、お腹いっぱい食べたいなという感じでもなかったんで、まあ、コンビニにしました。だけどね、まあ、帰ったらまた少しつまむかもしれませんので、まあその辺ぐらいはいいかなと。そんなことやってるからね、またまた夜ね、こう食ってで太っちゃうんですよ。まあそんなことは今のところ少しは気にした方がいいね。はい、この辺はもう住宅街ですね。前の方、前方を見るとマンションがずっとあります。これ結構なマンモス団地ですね。右と左に結構な、本当に1000世帯近くあるマンション群になるのかな。1000世帯全部で1000世帯以上ありそうだね。相当でかいマンション群ですね。まあ道路から見ればね、そんなに大きいなというイメージはないんですけども、これマンション3つ4つ連なってますからね、後ろの方に。かなり大きいです。その後はずっと行って、やはりマンションが右側にありまして、もうそうですね、それ、あ、結構あるな、マンションだらけで。そして向こう側にメガドンキーがありますね。メガドンキーがあるということは、やはり住宅街のど真ん中だということですね。メガドンキーというのは意外に住宅街に多いんですよ。大きい通りにあるっていうイメージもあるんですけども、その周りには必ず住宅街がありますのでね、メガドンキーがあるということは間違いなくここがね、住宅街の中心、ほぼ中心地だと思って間違いないと思います。ここではね、本当に大きいこうメガ弁当みたいなのがあって、私以前ね、親父飯の親父と一緒に、メガ弁当を買いまして、まあ、500円ぐらいだったんで、食いましたけれどもね、ものすごい量なんですよ。本当に普通の人はね、1食2食3食分ぐらいあるぐらいの量があって、それが500円なんでね、コスパはかなり高いんですよ。で味もね、実際美味しいんだけど、量が量だけにね、食べてる間にもう飽きてきちゃうぐらいの量があるんでね、実際それをね、一人で食べようと思ったら本当に、2食3食に分けて食べた方がまあ美味しく食べられると思うんですけど、1回で食べようと思ったらね、あれは普通の人は食べられないですね。まあ、もしかしたら若い人、高校生はね、軽くペロリと平らげちゃうんじゃないでしょうか。まあ、食欲が一番多いのはね、高校生、中学生、そのあたりなんでね、まあ間違いなくペロリと言ってしまうんじゃないかと思われます。ただね、親父になると、まあそんなものはね、いくら頑張ったってどうしようもない。ただ身になる、それが油になってしまうということになってしまうんだらね、もったいないので、分けて食べるか、もしくはね、家族でみんなで分けて食べた方が全然安上がり、コスパが全然いいんでね、家計も助かりますということでね、それほど大きな、胃袋の持ち主じゃなければ、大体の人はもう1食2食3食分ぐらいまで、賄えるんじゃないかなと。そういうお弁当が、メガドンキにはあります。場所によって値段が違うみたいなんでね、自分のところのメガドンキ行ってみてはいかがでしょうか。ただね、普通のドンキには売っていないはずなんでね、その辺はご注意ください。メガドンキです、メガドンキ。この辺も住宅街でね、お店もなくなってきましたね。
右手に吉野家という吉野家の牛丼がありますけども、ここもね、いろんなメニューどん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 追加してね、メガ牛丼じゃなくて豚丼というものメニューも増えてます。セットメニューも増えてたと思いましたけど、どうだったかな、最近行ってないんでね、牛丼屋も行ってないですね、吉野家行ってない、カレーもなんか増えたみたいな気がしたけど、なんか白カレー食ったな、そういえばね、白カレー見た瞬間ちょっとね、気持ち悪くなっちゃったんですけど、あれ、まあ、食ったら食ったでカレーなんですよね。で、その時なぜ気持ち悪くなったかというとね、カレーの具を入ってると思ったんですけど、吉野家のカレーっていうのはね、具の入ってないカレーなんですよ。で、白カレー、白いご飯に白カレーをかけたものだから、あまりにも見た目よろしくなかったんですよね。で、まあよく言うもらいなんとかってね、もらい丸々のような感じでね、見えてしまって、で気持ち悪くなっちゃったんですけど、まあ、食べてみたらね、まあ、勇気を出した、結構勇気いりましたあれね。勇気を持って食べたら、まあ普通のカレーだなと、スパイシーの効いた、まあ、カレーのような味がしました。あれをカレーと言ってもいいんだろうけど、ちょっとカレーっぽくはなかったけど、カレーでしたね、一応ね、スパイシーの効いたカレーでした。だからね、もし食べるんであれば、あれはトッピングに何かね、乗っけた方がまあいいかなっていう気がします。ルーだけ、白カレーのルーだけ乗っけたご飯というのはね、本当に美味しくなさそうです。っていうかね、見た目は美味しくはないです。で、食べるとまあまあそれなりの味はしますけども、ちょっと残念だったかなっていう、そんな気がしますね。で、それでいてそれほど安いわけでは確かなかったような気がしたんですけども、ただ本当にね、美味しく食べようと思えばちゃんとトッピングした方がまあいいかなというところですね。黒カレーがね、本当に美味しかったんでね、それと同じような感覚で白カレー頼むとそれは間違えたっていうことを思うんじゃないでしょうかね。私もその辺ね、やはりいろんな美味しいもの、まずいものを食べてますんでね、どのランクに適し、あるのかというものを、その白カレーを食べた時にね、ふと思ってしまったんですけども、大体点数で言うと35点ぐらいでした。まあ、もちろんね、見た目の、よろしくないっていうのもありますので、ね、もしかしたら目をつぶって食べたら、まあまあいけるんじゃないかなという気がするとは思うんですけども、見た目のインパクトがね、ちょっと最初のあれが悪かったんでね、まあ、35点という点数になってしまったんですけども、とりあえずは、そんな感じでした。あれ、これ左側に、線路ですね、これね。高田駅っていうのかな。まあちょっと読み方の方は私よく分かっておりません。駅のあれを見ると枝駅みたいですね。枝駅、左側にね、すごい明るいこうね、照明がガーッとまっすぐ伸びていたので、あれは何だと思ったら駅でしたね。これだけ結構でかい駅なのかな。これは私本当に電車に乗らないんでね、駅をパッと見ただけで大きい駅、小さい駅、それしか分かりません。で、まあ、小さい駅って言ったってね、本当に入り口が小さいだけで、プラットフォーム自体はね、線路が止まれるだけの長さはあるはずなんでね、駅自体は大きいんですよ。ただ人が入るところがね、こじんまりとしたところは小さい駅という認識ぐらいしかできないんですけども、今のところはね、とても立派な大きな大きな明るいこう立派な駅でした。それしか分かりません。今のところまたそのままね、246号ですね。千葉にはね、269号といろいろ似たようなね、県道国道がありますんでね、ついつい間違えてしまうんですけど、この246号線意外に走りやすいといえば走りやすい、そして走りにくいといえば走りにくいんですけど、何が走りにくいって、ちょっとね、狭いんですよね、道がね。この左車線走ってるんですけども、左車線と右車線、若干右車線の方が広いのかな。で、左車線がね、狭いっていうのはね、多分感覚的なもんだと思うんですけど、ガードレールがね、白線のすぐ、横に立っていて、圧迫感的なもので狭く感じるのかもしれません。測ればあんまり変わらないんだと思うんですけどね、なんとなくこの左にあるガードレールが、道をね、狭く感じさせてしまって走りづらいなという、そんな気がします。ただね、信号自体はそんなに多くなくて走りやすいというのは確かです。ただそのおかげでね、スピードが出過ぎてしまうっていうね、
危険性がありますので、その辺ちょっと気をつけて走っていかないと、スピード違反で捕まって悲しい思いをしたくはありませんのでね、その辺だけを気をつけて、そして周りに気をつけてね、たまに突っ込んでくるやつがいますので、ね、こういったスピードの出る道というのは危険がいっぱいですので、周りをよく見て運転しないとダメですね。だから私はね、後ろの方をよく見て運転しております。後ろを見てっていうのはね、バックミラーを見てってことなんですけど、後ろを振り向いて見てたら前をね完全なおろそかになってしまいますので、それこそ危険です。だからね、後ろの方はミラーでしっかり左右とも、センターじゃないや、バックミラー、そして左右のバックミラールームミラーって言った方が分かりやすいですね。ルームミラーとサイドミラーを見て後ろを確認しております。まあ、これだけで随分違います。でもね、全体の4割5割は後ろを見て走っておりますね。なんでそうやってそんな後ろを見ているかというと、まずはね、警察です。警察がね、後ろぴったりついて、でスピードを測られたらそれだけで一発ですんで、そんなことをさせないぞということで後ろをよく見ております。まあ、そのおかげでね、後ろから突っ込んでくるやつがいたら、ちゃんと突っ込まれないようにね、逃げるかスピードを少し上げるかするんですけども、まあ、そういったやつもねたまにいるんでね、あんまり、まあ、調子に乗ってるように走ってると、さらに追い打ちをかけられますんでね、まあ、そんなこともさせないぞという走り方をしております。で、周りの方ねよく見えていると、やはりね、もらい事故というのがね、なかなか減ってくると思うんですよ。私はね、もらい事故を絶対に起こさせるような走りは、しないつもりなんですけども、まあ、それでもね、故意的に突っ込まれたらさすがにどうしようもありませんのでね、そういったことはできるだけ避けるような走り方、そして相手にね、印象を与えない、悪い印象を与えないで走るというのが、一番いいのかなという気がします。しかしね、相変わらず246号線まっすぐすぎてね、何も変化がない。周りは住宅街だらけ。本当ここ周り住宅街だらけですね。お店がね、少しでも、まあ、あればね、明るさもちょっとね、変化もあるんですけども、もう本当に暗い道ですね、どっちかといえばね。まあ、場所にもよるんでしょうね。この道がたまたまこのエリアが住宅街だっていうだけで、もうちょっと行くともしかしたらお店がいっぱいある道になるのかもしれません。その辺はね、どういう感じかはちょっと分かりませんけども、今ちょうどね、撮影時間ちょっと見ています。このカメラがね、撮影できる時間が25分ぐらいなんですよ。で、それを超えると多分容量的にいっぱいになっちゃうのかな。容量が、多分4ギガ制限なんでしょうけど、まあそのぐらいでいっぱいいっぱいになっちゃうんですよ。だからある程度時間を確認しておかないと話が尻切れトンボでストーンと終わってしまいますので、時間の方を気にして今撮ってます。で、とりあえずあと10分ぐらいはそのまま走り喋り続けても問題はなさそうなんでね、だいたい20分ぐらいだったら一旦消そうと思っておりますので、それまではねずっと喋ってます。で、ただね、これずっと喋ってても3時間ぐらい目いっぱい撮ると約30分で4ギガとして2時間しか持たないんだね。ってことは1回は30分持たないから、まあ、25分持たないから途中で SD カードを入れ替えないといけないのかな。だからだいたい10時ぐらいになったら、10時半過ぎになったら一回止めて SD カードをね入れ替えないといけないですね。この SD カードがね、今16ギガしか入れてないから、まあそういったことなんだけど、基本的にこのカメラでね、長時間録画することはそんなにないんですけど、まあこういったね、やり方もまあ楽しいのかなと、まあ私が楽しいなんてね、喋りまくってるだけなんですけど、まああまり長い時間ね、こうやってるのも、まあ悪くないんじゃないかなと。で、このカメラ自体3時間、ぐらいね持つ録画時間スタミナあるんでね、電池の持ちは全然心配してないんですよ。SD カードの方が先に尽きるというとんでもないカメラなんですけど、まあそのおかげでね、安心して、電池の持ちを気にせずに、まあ、撮影できるっていうのはね、大きなメリットですよね。で、あとはね、Z915 というね、コダックのイージシェア Z915、 これ CCD センサーのカメラなんでね、暗証には弱いので多分ノイズだらけになってしまいますが、
あの歪みのない映像が撮れるんですね。で画角的にも35ミリ換算35ミリという標準的な画角でね、そしてクロップされないで動画作れるので撮れるので、意外に、まあ、35ミリといっても意外に広角に撮れてると思われます。なんでね、こうやって車載で動画的に撮ってもまあ意外にいけるんじゃないかなと。そして手ブレ補正も意外に効くんですね。多分デコボコデコボコしたところでもガン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 動いてないんじゃないかなという、そんな気がします。だからね、このカメラ意外に優秀ですよ。もう古いねコンデジですけども、まあ私にとってみればこのスタミナだけで十分使い道があるということです。話がそれました。実況に戻りましょう。はい、この辺はね意外にお店はあるんですけども、やはり閉まっていますね。閉まっているんで明かりが、道まで届いておりません。なので暗く、道が暗いというイメージがあるんですけど、中古屋さんがありますね。中古屋さんは、ずっとに夜中もずっと電気をつけっぱなしにしてますので明るい感じがします。まあ、こういう道ならねやはり明るい感じがした方が、走りやすいですね。暗い道というのはねどうしてもちょっと、走りにくい、そして走るのを敬遠したくなるという感じがするんですけども、左にはね、レイク金貸し屋の、看板がいっぱい連なってましたね。ああいうところはもうまとめて置いてあるってことは多分住民の反対なんかもあるのかもしれないですね。で住民の反対が届いてないところにああいったところをまとめてポンと置いてね、で人が借りに来ると、そして高い金利を払いながらひいひい言って返済して、最終的にはね、返せませんとごめんなさいと言って破産する人が多いんでしょうけども、まあそういったことをやってもね、借りたら返さなきゃいけないっていうのはね、まあ当たり前のことなんですけども、返せなくなるほど借りる本人が悪いといえば本人が悪い。ただそれをね返済できませんと言って、自己破産するのも法律で決め、もうねこう守られている場所でもありますので、その辺金貸し屋が泣くのかな。まあ後々取り立てができなくなる前にもしかしたらね返せ返せと、ひどいことをやっているのかもしれませんけど、まあ私はねその辺よくわかりませんので、できるだけ触らないように、心がけてきたつもりでもいるんでね、これからもお世話にならないようにしようと思っております。ただね万が一というのがありますのでね、そういった時のために予備知識として、いろんなことを知っておくのはまあ間違いじゃないですよね。逆に知らないでそういったものに手を出してしまうと、泥沼になってどうしようもなくなってしまうという場合も考えられますのでね、やはり知識だけでもつけといた方がいいんではないでしょうか。私もね実は、それをね調べておいた方がいいのかなということもね、ふと頭によぎったこともありますけども、まあ、でも使わなきゃ使わないでいいんでね、知識なくてもまあいいかなというところです。そんなわけでね、右の方にはアップルという車査定のねアップルですね。ああいうね車を査定する場所がねなんでずっと残っているかというと、車を査定してそして買い取ります。買い取った車はねちゃんと売るんですよ、自分のところでね。でもちろん査定専門っていうことでね、高く買い取ってくれるというイメージがありますけども、あれね高く買ってくれるわけではないんですよ。高く買ってくれるのはやはり車を買うと決めたところで、車の中古屋さんですね、そこで査定を出してもらって、引き取ってもらうのが多分一番高く買ってもらえる、買い取り方法だと思います。もちろんね査定のやり方っていうのはいろいろあるんでね、車をきれいに、そしてねワックスまでピカピカにしてね、それで査定してもらった方が査定額高くなるのはもうそれは間違いないんですよ。見た目印象がね良ければそれなりに査定が高くなるというのはね、どんな人でもそうなんですけど、やはり車を見るのも人であるのでね、綺麗に乗ってんだなということが分かれば、程度がいいということが想像つきますので、それで査定がいくらかアップするというのはもう間違いありません。それはいろんなところで見てもらったね、経験上そういったことをまあ分かるんですけども、あとは査定屋さんでね査定するとね、実は
あちこちの査定屋さんと多分つながっているんじゃないかな、データ共有でね。だから1個査定するとあそこで出した査定と同じ査定が多分出てくると思うんですよ。で、査定、まあインターネットでね、いくつか査定をするところがあります、まとめてね。ああいうとこでも査定するともうデータ全部共有されてますので、もうどこ行っても同じ値段になってしまいますのでね、あれはね実はやんない方がいいんです。で、高い値段でね査定してくれるところも出てくるとは思うんですけども、やはり、それよりも、車を買うところで査定してもらった方が、ある程度安定した高値でね車を買ってもらえるということが、ほぼ分かっておりますので、その方がいいんじゃないかとは思います。はい、ということでちょっとねそろそろ時間的に、カメラの容量的に、一旦止めさせていただきます。この続きはまたね、動画にアップしますので、続きをご覧ください。はい、ご視聴ありがとうございました。